母ママ派、どうもママです。めっちゃ手痛いんだけど、なんか今日バッグの中に手突っ込んだらなんかハサミがむき出しの状態で出てて、しかもそのハサミが糸切りバサミだったのね。体育祭の時に使ったんだけど、クソ痛いんだけど。何それ、なんかすごいさ、それってさ、なんかファンレターのふりしてさ、手紙の中に手突っ込んだらさ、カッターが置いてあってそれでグサッてやったみたいな感じの衝撃だった。本当にうち誰かにいじめてるんじゃないかってその瞬間思っちゃったっていうのは内緒にしときます。はい、今回はなんでカツタとかかぶってなくて、なんでネタやってないの、ネタやれよこいつぶち殺すぞって思ってる方中にいるか思うんですけど、はい、今回はね、なんかツイッターでリプが来て、そういえばももわちゃんって新しいアカウントになってから自己紹介しましたって言われて、してないってなって、してなかったんですね。だからあってなったから、自己紹介をもう今更だけどしちゃおうと思って、自己紹介をしようと思います。はい、私の生命じゃねえや、私の生年月日さしすせそかきくけこなにのねの私の生年月日、私の生年月日は1999年の9月21日、高校3年生の17歳です。そう、よく何歳ですかって聞かれるんですけど、高校3年生です。はい。3年生なんですね。それで、そうです。よく、一番多分みんなが知りたがってはないかもしれないけど、一番質問で多いのは、どことのハーフっていうのが質問で多いんですけど、よく、こいつはフィリピン人だとか、いやいや、ブラジル人だよって争ってる方いるんですけど、どっちも違くて、私はアメリカと日本のハーフですね。はーい、多分髪の毛を縮毛矯正かけちゃったりとか、いろいろしてるから、昔はもっとアメリカっぽかったんですけどね。はい、多分みんながね、質問したいの多分ここら辺だと思う。質問したいっていうか、まあ私のある程度の知識的な、なんで動画を始めたっていうと、私はバインっていうアプリをやってたんだけど、バインっていうアプリでなんか動画編集アプリだと思ってたの、バインを。で、そしたら OK ボタンを押して保存してたら、なんかそれが勝手に投稿されてて、みたいな感じで、で勝手にフォロワーが増えて、みたいな感じで、これやんなきゃいけなくない、ってなってやり始めましたね。それが投稿した理由です。それからの影響でミックスチャンネル始めたり、 Twitter 始めたり、YouTube 始めたりしましたね。はい、それが理由ですね。はい、じゃあ話すことなくなったので、いつかの NG 集をやっていきたいと思います。普段は一発撮りをしてるんで、あ、そうだ、普段動画の撮り方もたまに聞かれるんですけど、私の動画の撮り方はスマホ用意してポッて押して、そっから全部アドリブで言うだけなので、特にネタは考えてないです。アドリブですほとんど。はい、ってことなので、はい、いつかの動画の NG シーンです。ご覧あれ。うほ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 、うほ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 、うほ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 、君のような感の映画嫌いだよ。